八重洲市立図書館は、静岡県八重洲市の公共図書館の総称。八重洲市三家名にある、八重洲市立八重洲図書館、八重洲市周校にある、八重洲市立大井川図書館の2館からなる。2017年度末の蔵書数は39万7862点。2017年度の貸出数は73万4790点であり、市民一人当たり。 貸出数は4.5点だった。1、焼津図書館に大井川図書館、焼津図書館の歴史1916年5月に、八重津町立尋常小学校の物置を改修し、小学校付属図書館として創立した。1922年4月には、八重津町に移管され、町立焼津図書館に改称した。同年6月には、公共図書館として、 静岡県知事の認可を受けている。1950年には、八重洲市立図書館条例を制定した。1967年1月4日には、八重洲市産業会館の3階に移転開館した。1985年6月には、八重洲市文化センターに、原稿館が開館した。同センター内には、八重洲市歴史民族資料館も同時に開館している。 2007年6月には、八重洲小泉薬も記念館が開館している。2008年11月には、八重洲市が大井川町を編入合併して、図書館が2館になったため、八重洲市立図書館から、八重洲市立八重洲図書館に改称した。2017年度末時点の八重洲図書館の蔵書数は217,021 21点。2017年度の、 八重洲図書館の貸し出し数は532,376点。大井川図書館の歴史1977年、品群大井川町の大井川町立、中央公民館2階に図書室が設置された。1992年11月に、大井川町立図書館条例、施行規則、協議会規則を施行し、11月3日に独立館で、ある、 公共図書館の大井川町立図書館が開館した。2008年11月に大井川町が八重洲市に編入合併され、大井川町立図書館から八重洲市立大井川図書館に改称した。2017年度末時点の大井川図書館の蔵書数は138,806点。2017年度の大井川図書館の貸出数は202,414点。 公民館と書室は、市内8つの公民館に設置されている。重津公民館と書室、豊田公民館と書室、小川公民館と書室、東ずまま公民館と書室、大府公民館と書室、和田公民館と書室、港公民館と書室、大村公民館と書室公民館と書室開室、時間、日日曜日、午前9時午後5時15分、重津公民館と書室のみ、月日曜日、 午前9時午後5時15分。ありがとうございます。